続いてはワークス。今回は昨年行われた嵐5大ドームツアー、その最終日の模様をお届けします。いやーちょっとワクワクしてます。最終日、うんうん、なんか今までの、まあ、集大成ですから。このコンサートなのに金屏風の前なんですよ、はい。そうですね、なんかおめでたい発表があるとかじゃないですか。いや、ないです、ね、なんもないんですけど、衣装もかぶっちゃったね。そうですね、本ミスですね。いつか僕らが世界を変えてゆくなら、またどこかで生まれてく。今回のテーマは原点回帰。コンサートの随所に日本らしさを取り入れ、さらにジャニーズらしさにもこだわったエンターテインメント性あふれるステージを作り上げました。ジャポニズム。お楽しみくださいましょう。いざ届け、つながってるから。今回のもう一つの見せ場がソロコーナー。すごい時間かけててソロでなんかそれぞれの挑戦があるんですね。梅雨の時期からやってたんで5、6ヶ月やってましたね。これがね3日。やめましょう、やめましょう。みんな長期間だって言ってるんですから、やめましょう。ソロコーナー、まずは二宮のタップ。続いて半年かけてトレーニングした松本のパルクール。昨
井はジャニーズジュニアを従えドラムラインに挑戦。相葉のソロは危険を伴う高いところでのパフォーマンス、ティッシュ。最後は大野、ジュニア以来17年ぶりとなるマジックを披露。パルクールを成功させた松本に大野が一言。あそこまでできんならバク転できるよ。できるよ、ね、絶対できる。やった方がいい。いやいや、皆さん待ちましょう。仮によ、俺ができちゃったとしてね。そしたらこういう図式になるわけ。そしたらもう簡単に俺としてはどうするんですか。みんながバク転してる時にずるいな。一緒に歌ってくれ。嵐はこの公演で単独コンサートでの総動員数が1000万人を突破。デビューから17年、大記録を打ち立てました。今後も嵐の活躍から目が離せません。 WAX、 今回は嵐のドームツアーファイナルの模様をお届けしました。